やあみんな、兄貴船長です。今回紹介するのは、独特なタンクを持ち、液化天然ガス輸送を通じて私たちの生活を支える船、LNG 船だ。この動画を最後まで見れば、マニアックな LNG 船の世界と、そこで働く船乗りの仕事を理解できること間違いなしだ。このチャンネルでは各船種の特徴や船員の実態を分かりやすく解説しているので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは本日も出航。そもそも LNG とは、油田や炭田から出るメタンやエタンなどの軽い炭化水素を主成分とするガスで、私たちが家で使うガスや電気の主原料などとして活用されている。近年 LNG は CO2 排出量が少ないクリーンエネルギーとして注目が集まっており、 LNG を主燃料とする船が開発されるなど、 LNG 需要は拡大傾向だ。化石燃料が少ない日本にとって LNG の長期安定的な確保は国家戦略級に重要で、液化された天然ガスを大量に海上輸送できる LNG 船はその要だ。天然ガスは冷却されると液化し、大幅に容積が減るため、船で大量輸送する際は液体にして運ぶ。積み地の設備で超低温に冷やすことで液化し、同じく超低温に保つことができる船のタンクに積み込むことで液体のまま海上輸送しているぞ。逆に揚げ地には LNG を天然ガスに戻す LNG 受け入れ基地があるんだ。LNG は原油よりずっと比重が小さいため、石化重量に比べ船を大型化する必要がある。7万トン級の LNG 船が15万トン級のオイルタンカーとほぼ同じ大きさになるんだ。船の構造だが、 LNG を貯蔵するタンクはマイナス162度の低温に耐えられるよう、ステンレスやニッケル鋼など低温に強い材料で構成され、外側は断熱材で包まれているぞ。しかし、いくら断熱材で包まれているとはいえ、外気の影響で貨物の一部が自然に気化することは避けられない。そこでタンク内で気化したガスを船の推進エネルギーとして活用したり、万が一の時に LNG の流れを止める緊急遮断装置など多様な技術が搭載されているんだ。タンクの形も独特で面白く、船体から独立した球形タンクで蒸発ガスや溶接箇所が少ないことから品質管理が容易な MOS 方式。タンク内部が薄くシワがあるステンレス鋼メンブレンで覆うことで低温を保ち、ガスの膨張を吸収するメンブレン方式、鋼板を広く活用できる自立核型タンク方式などがあるぞ。無理やり液化高密度にされた天然ガスは気体に戻ろうと外に圧力を発生させるため、タンクの強度保持には工夫が必要だ。タンクそのものを頑丈にしたり、逆に伸縮性を持たせることでガスの膨張を受け止める工夫がなされているぞ。ここからは外航 LNG 船機関士の1日を覗いてみよう。7時15分起床、今日も1日航海の日だ。 LNG 船は入出港が少なく、航海距離が長いので比較的ゆっくりとした船内生活を送れる。しかし行く港が限られているので、同じ港の往復を半年以上続けているとさすがに飽きてくる。運動などで気分転換することが結構重要だ。だが仕事でいろんな国に行ってみたいという当初の目的は叶えられているので悪くない。7時30分朝食、外航航路などで食料の管理が難しい中、毎日美味しい食事を作ってくれる司厨長には頭が上がらない。飯が何よりの楽しみだ。7時50分朝会議、今日行う作業を全員と共有する。後半部と機関部で役割が分かれているが、同じ船を管理している仲間なので密な情報共有やコミュニケーションは大切だ。8時 M0 チェック、整備作業開始。船には夜間無人運転が可能なものもあるが、最大で24時間までしか継続できない。そのため毎朝チェックリストを使って24時間ごとに運転状況を確認する M0 チェックがルールで決められている。チェックは乗組員で手分けして行い、最終的には責任者が全てのチェックリストに目を通して完了だ。10時から10時30分休憩、お茶をしながら上司に仕事の進捗状況を報告する。エンジンルームは問題なかったか、機器の異常はありません。10時30分整備作業再開、エンジンルームは騒音が激しいので耳栓は必須アイテムだ。 LNG 船特有の仕事内容はボイラープラントの暖気・冷気作業。ドックに入ると LNG 船はかなり忙しいが、普段の整備点検メンテナンスの重要性は変わらない。12時昼食、腹ごしらえをして午後の業務も頑張るぞ。
13時整備作業再開。 LNG 船はディーゼル船と違い大きな整備作業が少ないため技術的な部分がおろそかになってしまいがちだ。船乗りとして力を身につけていくために自分で学んでいく意識が大切だと感じる。15時から15時30分休憩。午前同様お茶をしながら上司に仕事の進捗状況を報告する。何気ない会話の中にも仕事のノウハウが詰まっていることがあるのでとても勉強になる。15時30分整備作業再開、もしくは予備品の在庫管理。外航船は港に立ち寄る機会が少ないので足りない部品や道具は都度チェックしてまとめて補充しなければならない。手元にあるもので工夫し対応することもあるが、うまく対応できた時の達成感はこの上ない。17時から17時30分作業終了。今日の作業を振り返る。ニアミスチェックを行い1日の反省を行う。これも安全航行には欠かせない工程だ。注意すべき点やドックに入った時に見ておくべき部分など忘れないように書き置きしておかなければ。17時45分お風呂。船乗りにとって水は貴重な物資、使いすぎには注意。18時夕食。ここで待ちに待った晩ご飯。今日のご飯は何だろうと想像を巡らせながら食堂に向かう。今日はステーキだ。19時から21時書類作業を行う。22時から22時30分機関室の見回り。この船は一般的な機関当直と違い M0 運転制なので夜間は監視警報装置が機器の監視を行う。機関室の見回りは当直日のみなので3日に1回のサイクルで行う。22時30分から0時自由時間。同僚や上司とお酒を飲んだり DVD で映画鑑賞ゲームなどをして過ごす。0時15分就寝。今日も大きなトラブルなく1日が無事に終わった。日々の確認や乗組員の連携の賜物だ。外航 LNG 船の上下船サイクルは航路が長いこともありかなりのロングスパンだ。6ヶ月乗船の時もあれば8ヶ月乗船なんてこともある。乗船した期間に応じて休暇は2から3ヶ月ととても長い。ちなみに今回インタビューを行った外航船機関士の方のお給料は600から800万円という結果だったぞ。職場環境や仕事サイクル、お給料を吟味した上で働く船、役職を選択する必要があるな。要するに LNG 船はガスや電気などの生活インフラを支える天然ガスを運ぶ船で、超低温で液化した可燃物を運ぶ船だけに一般貨物とは異なる工夫がされており、外航船の場合長期間乗船で比較的ゆっくりした船内生活という職場環境となる。今回は以上だ。海が呼んでるぜ。